はい、皆さんこんにちは。レクセン二校士の森山です。 主要4科目実力診断模試あなたに足りないものは何年明け以降に意識すべきことを教えます言いったタイトルのところで1時間ほどお話をさせていいいただければとううふうに思います、まあ、この、まあ、動画についてはですねこの主要4科目の模試これが年末にありましたから、まあ、それを受験したということを前提にではそれをどのように来年に生かしていけばいいのかということについてお話をしていきたいというふうに思います。 で私の方の担当はですね初初学者向向けけけ級講講座受講生向けの話をさせていいただければと思います中上級者に関しては根本講師の方から、まあ、同じような動画がありますからそちらの方をご覧になっていただければというふうに思いますが私の方はですね今年初めて受験するんだという方がこの模試を使ってどのように効率的に年明け以降勉強して合格に結びつけていけばよいのか。 という面ですねこちらにについいいいいてててお話をししききたいというふうに思まますそれでは始めていきましょうかでこの動画の方ではですね、まあ、基本的にはこの択一問題記述問題を使ってこれから皆さんが何が足りないのか何を勉強していけばいいのかということについてお話をしますが、まあ、足りないものっていうのは人によって違うと思うんですね。でそれは何かっていうと例えば今回の模試で間違えた部分については足りないものだし あこれはできたよといいう部分に関しては、まあ、足りなくなくわけですよ。ですから、まあ、それをここで皆さんに「これが足りないですよね」ってお話しすることはできないのでじゃあ足りないものって何って言ったタイトルで何お話をすればいいかって言ったらゴールですよね。でゴールででこういうい能力が必要ですよということについいいててお話をしていきたいと思うんです。そうするとこういう能力が必要だこういうことが必要だでも今できないよねっていうんだったらそれが足りてない部分なわけですよ。 で例えば皆さんができない部分に関してもいやそれは本試験でも求められていませんよっていうんだったら、まあ、足りないというか足りなくないわけですよ本試験で求められていないから。 ですから足りないものは何？といったタイトルでお話をするのは、まあ、ゴールになります。こういう能力が必要ですよねっていうことをお話をしますから、皆さんはそれと自分を照らし合わせていただいて、あそれができてなかったな、じゃあそれは足りないところなんだなというふうにまあ炙り出してこう認識をしていただければというふうに思いますね。直接足りないところをお話をすることは理論的にはできませんから、それはご自分によって違いますからね。ですからこちらの方ではそのゴールをお話をしていく。あとは、えー、そのせっかく問題 解いていただきましたから純粋にこう解説みたいなところもしていきたいというふうに思いますですから卓一問題記述問題を使って知識面ですよねえ、これの補充的なお話これもさせていただければと思いますですからまあ今回の問題を使ってまずはこういう能力必要ですよねえ、こういう判断力が必要ですよねということそれからもう一つは知識面の補充この二つをさせていただければというふうに思いますで、今回は 託、えー、一プラス規律問題がにもありましたからあ、時間との兼ね合いということもあったと思います。ですからこの時間の中でいかに問題を解けるかということも本試験では求められるんだということが分かったかなと思います。えー、どうしてもこう一年目で受かろうという方に関してはあ、この実践経験というのは不足してしまいますよね。ですから今回の模擬テストがまあすごくいい経験になったと思うし、初めての実践経験、まあ託一プラス規律がセットであるような経験になったと思うんです。ですからそこでこう時間が足りないよねってことを認識してもらったと。 ですよね特にまあ午後の部なんですけれどもそうするとじゃあどうやって時間を縮めるのかっていうところから考えていかなければいけないで一つは択一1問、えー、2分というのを守りきっていただいてしっかり均一に時間残すこと。ですから出てきた、うん まあ成績というものが皆さんの実力をまあ反映していると思うんですよでも本当に正確に反映してない面があってそれはどういうことかというと卓一はしっかり点数が取れましたとで、記述は取れてませんと記述に関しては上位に食い込むことができませんでしたという場合にじゃあ自分は記述が苦手なんだって話じゃない可能性があるわけです卓一で時間取りすぎて記述に時間回せてないということが考えられるわけですよねだからそのあたりはきちんとこの本 まあ今回問題解いてもらった経験を忘れないうちに思いい出してほしてんです卓一です一どれだけけ時間をかけたかたそうすると択一で時間をかけすぎてしまうとどうしても記述2台を解く時間がないですからそうすると記述で点数が取れないのは当たり前なんですよ。だからそれは 気逸が苦手なんではなくて卓一の時間をししっっかり縮めるるべきでしょってことになるでそのために何をすればいいのかということに関しても今回お話をしますから、まあ、一つ一つのテクニックみたいなものもお話をしますのでそれがまだ身についてないということであればそれをしっかりですね確認をしていただければというふうに思います。それではいきましょうか まず第一問のところで、まあ、無権代理、表権代理の問題がありますが、まあ、こういう問題はしっかりこう取り切っていただきたいというふうに思います。え特にこのうの選択肢で引っかからなかったかどうかということですね。うの選択肢。 A が本人で B が無権代理人で C が相手方ということになりますがこの B がですね無権代理人ではあるんですよ。で無権代理人が死亡して本人が相続しましたっていう、まあ、無権代理人が死亡して本人が相続したってケースですよね。この場合には本人は追認拒絶ができます本人は追認拒絶ができます。 うん無権代理人の方が本人を相続した場合には審議則上ですね「お前が追認拒絶すんなよ」って話になりますから、まあ、追認拒絶できないんだけれども、まあ、本人が無権代理人を相続した場合には本人は無権代理行為をやった張本人ではありませんから「お前がやるなよ」って言われるような人ではないわけですよね。ですから本人は追認拒絶権を行使することができます。 でそれで終わりではないわけですよね追認拒絶権を行使することができますが無権代理人の地位を承継していることは事実なので無権代理人に対する責任追及をされてしまうんだということですね117条によるえ無権代理人に対する えー、これですね責任追及これをされてしまう地位は引き継いでしまうんだよということはですね、えー、押さえていただければというふうに思います。ということで今回は追認拒絶ししたととてもですすね責任は相続するんだと確かに通院拒絶権は本人は行使することができますが無権代理の地位を承継してますからあ無権代理に対する責任追及というものをされてしまうんだということはしっかり押さえていただければと思います。 でそれから第二問の方に行ってこれはあの選択肢ですね、えー、無過失であったことは推定されないということはしっかりわかるようにしていただければと思います即時取得との比較が重要ですよね、えー、即時取得の場合には、うん、無過失についても推定されますけれども、えー、自己取得の場合には即時取得あ自己取得の場合には無過失は推定されないといった比較のところこういう基礎知識がまずは大事ですよねですから今まで基礎講座あ。 を受講して、いろんな基礎知識を講師の方が言ってきたと思うんです。よえ、それがしっかり身についているかってことが一番。まずは重要なので、あこれ覚えてなかったよね。って方はまずしっかりすることを覚えることが大事ですよねえ。時効について即時即日でこう比較をしながらまあ、しっかり押さえていく。まず受験で一番必要なのは基礎知識です。だから、これ講義でやったよね。っていうことについて間違えていたっていうものであれば、それが皆さんにとって足りない部分ですから。まずはしっかり。それを身につけること。 まず一つは基礎知識です。だから基礎知識だっ,って手を広げる必要ありませんから、まあ講義でやりましたと適当に線が引っ張ってあります。要点集に載ってますってもので覚えてないというものについては、もうなるべく早くやってしまうということですね。第三問の方に行ってください。第三問選択肢のイ、e。A がその所有する公土地を事故の推定相続人 B に贈与。まずは A さんが贈与してますでその旨の所有権移転登記をしないまま他の推定相続に C に公土地を移送する贈与してから移送する旨の遺言しましたえこの場合において A が死亡しその相続が開始されたときは C は所有権移転の登記を備えていなくても B に対し公土地の所有権の取得を対抗することができるえこれバツですねこれ対抗関係になります贈与しましたまあ A が B に贈与しました A が C に移送しましたってことは贈与した 異臓したお二重譲渡じゃんみたいな関係になりますから、先登記をした方が勝ちってことになります。ただ気をつけてほしいのは、せっかくですから押さえてほしいのは、贈与と異臓が入れ替わった場合です。異臓が先、贈与が後、この場合には対抗関係じゃないんですよ。異臓が先、贈与が後の場合には、この贈与が、うん、その遺言の撤回になるわけですね。だから今度は贈与が優先することになります。 遺贈を先して、その後すると矛盾するような行為をしてしまった場合には、この遺言が撤回されたものとみなされますよね。ですから、遺贈が先、贈与が後の場合には、これ遺贈が撤回されますから、遺言が撤回されますから、贈与だけになるわけですよ。だからもう遺贈の登記が先されたとしても、贈与が優先することになる。先に逆に贈与が先、遺贈が後。 贈与が先、異贈が後の場合には、贈与の撤回というのはないですから、そうすると贈与しました、異贈しました、対抗関係じゃんということになります。登記を先に備えた方が勝ちということですね。この順番の違いもしっかり押さえるようにしてください。で、それから次は、 第4問ですねこれちょっと開放的な面からお話をしていきますが本試験で足りなかった部分ということでいうと解放がまずありますよね基礎知識のほかに本試験の問題その解放を使ってどう解くかということに関して言うとこれ午前の部の民法は午前の部ですからまだいいですが午後の部はとにかく1問2分場合によっては1分もうすごく短い時間で解かなければいけない。そうすると第4問に関しては これもし午後の部の問題であれば、まあ、午前の部でもそうなんですけど私はもう「い」の選択肢から見ますだって1行ですからね例えば「え」の選択肢なんていうのは4行ほどあって絶対難しいし張り紙とか表札とかは分かんない気がしますよねですから「い」の選択肢見ると「え専用の訴えについては本件に基づく反訴を提起することができる」抗弁はできないけれども反訴は提起できるっていう基本ですので「い」の選択肢については 丸とというふうふに判断すすることができますそうすると「あ」と「う」の勝負になりますが「えー、あ」と「う」まあ、これは基本ですよねですから「あ」に「×」がつくか「う」に「丸がつくかということで、えー、これもう3番が正解ということになりますでこの「絵の選択肢に手を出してはいけないってことで本試験解くきにもう正確に分かる選択肢簡単な選択肢だけで解いていくし選択肢の中に難しい選択肢があったらそんなのは判断材料にしてはいけないってことですですからの選択肢は あの組み合わせ問題を解くときに「あ」が×「い」が丸「あいが丸」が「るう」あうが「るでもう3番正解ということですねあとは「お」の選択肢も分かると思いますが、まあ、分からなければいけないので分かんなかったら基礎知識の補充が必要になりますがえの選択肢が無視できたかかどうかっていういのはポイントですよねですから「まあ、午後の部」なんかでは全ての選択肢を見る時間がないですからえとにかくもう 簡単な選択肢から分かる選択肢から見ていく上から順番に見る必要はないですよね分かる選択肢から見てその選択肢で判断していくその時に確実な選択肢で判断していくことが重要で絵のようななんだこれというものについては 分かる必要はないし、でこの復習としても選択肢を覚えようなんて思う必要はありませんでこれから年明け以降に登練、えー、とか模擬テストとかたくさん受けると思いますが復習の仕方として全ての選択肢を復習しようとか思う必要はないせっかく基礎講義を受けてその基礎講義の中で講師がやる範囲を絞り込んでくれてるわけですからそれより広げないってことは大事なので、えー、復習する時に講義でやったはずなのにあるいはテキストに書いてあるはずなのに 分かりませんでしただ「いやこれはどこにも出てません」「ちょっとどこに出てるんですか」「テキストに載ってないじゃないですか」「このテキストおかしいんじゃないですか」「あの講義おかしいんじゃないですか」って思って「少年、ね、覚えるか」とか言って覚える必要はないですからね。 これはもう1年で受かろうと思ったらやる範囲をしっかり絞り込んでいかないとできませんからこの絵の選択肢なのものに手を出してはいけないということですね逆にだから足りないものってよりは足りなくていいんですよやっちゃいけないんですそういう選択肢もありますから復習の際に気をつけておくまあ何が言いたいかというと解放として絵の選択肢なのものを相手にしないということと復習の時には覚えないということが重要になりますで同じように第５問についても解放の面からいきますがあ A の選択肢知らないなでいいんですよ A の選択肢知らないなでいいんですよもう I が簡単に不可分性で丸がつくし U の選択肢はこれはもう品質の法定値条件ですね法定値条件についてはどのバージョンもしっかり抑えられるようにしていかないといけないですから、まあ、土地に一番低等がついてで土地に二番低等がついて二番低等が えー、法定値条件の要件を満たしているという場合に法定値条件が成立するかどうかでいうと成立しないよって話ですよね、えー、ですから、まあ、これは基本中の基本ですから法定値条件については、まあ、どのタイプの問題が出てきても分かるようにはしていく必要があります。ということで「いとうの丸で正解を出してくださいあ」「え」のような選択肢をどんだけ短,短時間で無視できるか分からん。 分からんって言って無視できる力が重要になります本試験で必要なのは一つ解法なんですけれども分かんない選択肢を無視して分かる選択肢で解いていく例えばあの選択肢にまあ読むのはしょうがないですよ読むのはしょうがないけれども分かんないなと思った時にいやできないかもしれないとかどうにか回答を出そうとか絶対思っちゃいけないあの選択肢が分からなければすぐ無視して以降の選択肢で判断していくで 本試験の問題というのは絶対知らない選択肢ありますからそれにですね、うん、引っかかってしまうそれにこう、えー、執着してしまうと他の選択肢は簡単なのに判断できなくなってしまうわけですよですから皆さんは分かんない選択肢を無視できる力というのはまあ普段よくガイダンスなんかでもお話をするようなことを今日は問題即してお話をしてますからまあ、えー、よろしいですかね。 でそれから第6問の「非典型担保」についてもまあ,あちょっと難しかった問題ではあるかと思いますがまあ基本のところはしっかり分かるようにはしていただければと思います。で第7問ですね。第7問保証なんですが「異の選択肢」。 保証契約はもう書面でしなければ効力を生じませんから、e、の選択肢は簡単にがつけたかなと思いますあとは絵の選択肢これが再建法改正の知識で知識がなかった方はしっかり押さえてほしいんですが情報提供ですね情報提供情報提供というものに関して言うと 情報提供というものに関して言うと保証人に対する債権者の情報提供義務債権者の情報提供義務ですね債権者の情報提供義務というのは2つあって1つは履行状況に関する情報です履行状況に関する情報本人ってちゃんと履行してんの主たる債務の元本とかそういうの履行してんの不履行あんの残額どうなのみたいなことを保証人が えー、聞くことができるんですよね主債務者の履行状況について保証人が債権者にどうなってんのって聞くことができますそうすると債権、えー、者は情報提供しなければいけないんですがこの選択肢は違う話ですが情報提供しなければいけないんですがこれは受託保証人 委託受けた保証人だけが請求できるんですね委託受けた保証人例えば A が債権者 B が主債務者 C が保証人だとすると B から委託受けた C だけがね履行状況どうなってんのって A に問い合わせることができるんですそうすると債権者はそれに対する情報提供しなければいけないんですね なんで自宅保証人だけかっていうと B から委託されたからでできるんですよ委託されてない人が勝手にできるとすると B の財産的信用に関する個人情報の流出につながってしまう主債務者が債務を履行してるかどうか例えば皆さん第三者があの人住宅ローンどれぐらい繰り上げ返済してるかなって余計なお世話じゃないですかそういうのが無関係な人に情報が漏れてしまう可能性があるんですねだから履行状況については主債務者から 主債務者から委託を受けた保証人だけが、あそのですね、えー、履行状況についてのお情報提供を債権者に求めることができるんです。それに対して今回の期限の利益を喪失した場合の情報、期限の利益の、えー、喪失したモビーが、まあ期限の利益を喪失してるんですよ。えー、その時にはこれですね、債、え、権、ー、者は保証人に対して、えー、通知、まあ情報提供しなければいけない、通知をしなければいけないんですが、これは 個人保証人に対する場合にしなければいけない委託受けた保証人委託受けない保証人関係なくこちら個人保証人です個人保証人どうしてかというと、えー、うんこのですね期限の利益を創出したってことは いわゆるる遅延損害金なんかが発生するでそうするとその遅延損害金の支払いというのがもう個人の人にとっては負担なんですよちょっとでもも利息がかかかるとかそういういのは大変ですよねですから個人保証に対しては「いや早くあなたも払わないとどんどん膨らんじゃうよ」みたいな感じで通知知らせていく必要がある情報提供する必要があるとういうことになりますよね。ですから この同じ情報提供義務に関してもその履行状況に関しては受託保証人に対して知らせなければいけないのとこちらのですね期限の利益を創出した場合には個人の 保証人に通知をしなければいけないということで、その相手が違ってくるんだってこともしっかり把握していく。これも基本知識に含まれますからね。合格するための基礎知識っていうのはしっかり押さえなければいけませんが、まあ、それは講義でやったこと的に載っていること、こういうものも基礎知識として、いや、それは細かいよねってことはなく、こういうレベルであればしっかり押さえていかなければいけないかなというふうに思います。よろしいでしょうか。では次です。8問目は差外行為取り消権ですね。 でそれから九問目こちらに行きましょう不法行為ですで九問目に関してはこれ一二三四五というまあいわゆる単純正五問題組み合わせ問題ではありませんでこの組み合わせ問題もなるべく早く回答を出した方がいいので午前の部はまだいいですが午後の部対策として午前の部だと実は今からお話をすることは明確なデータは出てないんですが午後の部でいうと正解は四番か五番が八十パーセント以上ですだから下から読む 下の選択肢から読むっていうのが早く回答に行き着くコツですね。もう過去10年分私数えてみたら、えー、だいたい4番が5番でたまに3番があるぐらいです。だから下から読む、下から読むというのがまあ正しい読み方かな。まあ、可能性の問題でしかないですが、なるべく早く正解にたどり着けた方がいいですからね。今回も4番が正解になります。そうすると5番が丸、4番がバツというふうに、えー 当たたっていただければ4番が自信持ってツがつければもう他の選択肢を読むことなく次の問題に行けます。で5個の分に関して言うと全ての選択肢を読んでる時間がないですから先ほどお話しした短い選択肢とか簡単な選択肢を見つけて読むそれからこういう問題であれば下から読むというふうにもう古速なようですがもう早く正解にたどり着いて自信持って正解出せたら他の選択肢を読む前に次に行くって作業を繰り返しやって しっかり時間を縮めななけけければいけないわけですだから、まあ、今年初めて受験する人が多分足りないとすればそういう解放の面というのは足りないと思うので今回問題解いて全ての選択肢を読んでしまったって方も多くいると思うんでですよでも期日がセットになっている以上期日に時間を残さなければいけない全ての選択肢を読んでる時間はないんだとそうするとなるべく短い選択肢過去問で見た選択肢確実に分かる選択肢というふうに、まあ、当たっていかなければいけない。 まあ単純正語問題であれば下から行くというのは重要なことになりますではちょっと飛ばして今度は13問目13問目こちらが設立に関する問題になりますでこの設立に関する問題ですがこちらのですねうんまあ責任というところもしっかりこう分かるようにはしていただければと思います でまあ、こういう問題もですねちょっと難しいかなと思われますが、まあ、どういう責任を負うのかっていうのも基本ですからしっかり押さえていただくのとあとは「イ」の選択肢ですね、えー。設立時取締役が職務を行うについて悪意または重大な過失があった場合当該設立時取締役は第三者に対して負う損害賠償責任は総株主のぞいがあっても免除することはできないということで「丸ですね。第三者に対する責任は 免除することができませんえこの設立の面において会社に対するものは総株主の同意で免除することができます、えー、いうことですよねそこしっかり押さえておいてください第三者に対するものは免除することができない第三者に対するものは免除することができませんではあとは A の選択肢これ創立総会創立総会の決議要件は 難しいですけど、ちゃんと分かるようにしておいてください。これバですよね。総理総会における議決権というのはかなりちょっと難しかったと思いまあ特殊ですが、A の選択肢はバがつけられるかなというふうに思います。よろしいでしょうか。過半数の過半数じゃないですよね。ただあのちょっとなんか難しかったなと思われる方もいると思いますが、な三分の二の特別決議みたいなもんだというふうに。 うん、なんとなく覚えてた方も確実に罰がつけられると思うんですよね普通決議の過半数過半数じゃないですからだから絵の選択肢は罰がつけられるとありがたかったかなというふうに思います、うん、総理総会の決議要件が完璧ではなかったとしてもえ3分の2という数字が出てくるということさえ分かっていただければ絵の選択肢は罰がつきますからそうすると絵は確実にこう罰がつけられただから、まあ 多少うろ覚えだったとしても確実な罰っていうのはあり得るわけですよ。A の選択肢過半数じゃないよねってことさえ分かっていればなんか特別決議と違うんで微妙ではあるんですが明らかに罰だよねっていうのは分かると思います。でだから本質験でバでの選択肢って結構信用できます。丸っていうのはなんかちょっとした勘違いがある可能性がありますが。 確実にこれ×だよねっていうふうに判断できればそれはかなりの信憑性がありますからこの×足というものを軸に組み合わせを検討していくということは重要なことになります。では次は14問目ですね14問目。で十四問目に関しては「絵」これがですね絵の選択肢が丸がついてほしかったですね。 この分配可能額を超えるかどうかということに関しては、超えていいかどうかに関しては、自己株式の取得のところにどのテキストにも一覧表があって、その一覧表のところでですね、これについては分配可能額を超えていいですよとか、超えちゃダメですよって図表があったと思います。で、ほとんどは分配可能額を超えてはいけませんということになっているでしょうから、分配可能額を、えー、超えてないと超えては えー、超えていいですよっていうものはごくわずかだったはずなんですねだからそれをしっかり押さえていくことが必要になりますで、この絵の選択肢に関しては分配可能額を超えてはならないで丸ですよねそうすると円に丸がつくとうえそれからえおですから、えー、うとおの勝負ということになりますそうするとおの選択肢 さあこれ他の株式についてまでは勉強したことがなかったかもしれませんがでこれですねあの会社が自己株式を取得する時にその譲り渡しになる人に関しては議決権がないよというような話なわけですが今回取得する株式だけではなくその人が持ってる他の株式についても議決権がないというで ことなんですねですからこの選択肢は「バツですでこの普段の講義の中でえその人は議決権がないってひ単位でお話をしていると思うんですよだからえその人が今回取得する株式だけではなくその人が持ってる他の株式についても、えー、議決権がないよでこれ議決権がない理由はその人がその株主総会で暴れたりして布団に値段を吊り上げてしまう可能性があるんですね。俺の株式を取取得するんだっっっったらももとと高高くく買いててよえもっと高くしてよ じゃあ多額しようかなることを防止するためですからそうするとその当該株式だけではなくその人が持ってる他の株式でも同じ趣旨は当てはまるわけですよねですからその今回取得する株式だけではなくその他の株式についても当然同じ事情は適用されますから当てはまりますから議決権がないよね議決権行使することができないよねっていうことになるわけですまあその辺りからちょっと判断できればよかったですがちょっと難しかったかもしれません。 でこのように確実な選択択択肢でままず2択3択にしますそうするとあとからなければもう合理的に推測して少しでも当てていくでこれ、まあ、今回は本試験で、えー、重要な力が何かってことをお話をしてますがもう粘り強さですよ。ですから わかかんないいけれどもどもうううにに当てに行こうっていう執着ですよねこれは重要になりますですでから、えー、不確実な選択肢に執着する必要はないって話をしましたけれども正解を執着するもう確実に点数取るってことには執着しなければいけないのでもし、えー、確実な選択肢だけでわからないのであればもう推理でもいいからもう 確実に当たんないですよでも、えー、40%の正解率よりは 60%80% というふうに少しでも正解率を高めていけば3つぐらい分かんない選択肢のうち2つでも当たるという状態にすればかなりの有利に働きますから、まあ、そういう力は必要になってきます。では15問目の方に行ってください。15問目、えー、取締役会設置会社監査役会設置会社に関する問題ですがこれも「あ 腕簡単に正解を出してください。で、わかる選択肢で正解を出す。これが一番重要な力になります。だから、まあまずわかる選択肢がなければいけないので、基礎知識は重要ですが、もう一つは、その基礎知識を使って解ける選択肢をしっかりすぐ見つけること。で、そのためには不可欠な選択肢に執着しないことです。あの選択肢簡単ですよね。監査役については、えー、このですね、うん、監査役については、 事故または第三者のために株式会社取引をしようとする場合利益相反取引という規定は適用されませんからあの選択肢はそのような承認を受けなければいけないが罰になります。でそれから「う」の選択肢取締役会の決議については緩和することができないから「丸えこの辺りはもう本当に基本知識ですからしっかり分かるようにしてください。それから「い」の選択肢これは知識として重要で監査厄介については「 決議があったものとみなつまり決議の省略の規定はないですね定款で定めたとしても決議を省略することはできない株主総会は決議の省略はできますで取締役会に関しては定管の定のめががあれば決議省略をすることができますうん取締役会については経営会議ですから戦略会議ですから株主からすれば「ああちゃんと戦略立ててうちの会社経営してよね」って話になりますから勝手にやっぱり 決議の省略はできないんですねだからうちは決議省略をしていいですよって定款の定めがあれば初めて決議の省略をすることができるようになります株主総会は、うん、数字が合えばいいので決議の省略はいくらでもすることができますが取締役に関しては株主から委託を受けて委託を受けた経営会議戦略会議ですから話し合いが大事なんですよですから勝手に決があればいい数字があればいいということではないので 勝手に省略することはできない定款の定めがなければ省略することはできないというわけなんですそれに対して監査役会これはもう定款の定めがあったって省略することはできない監査役会はその監査ということに関する情報共有の会議ですからこれに関してはもう何か決めるってことが全然目的ではないわけですよねですからこれに関してはもう省略する意味が分かりませんから定款で定めたとしても省略することはできないぞということになります まあ基本的に決議が省略できる方が珍しいので株主総会とか、うん、種類株主総会それから、うん、取締役会という省略ですよねこれができるんだよって規定に関してはしっかり押さえておいていただければと思います。で、えー、次なんですけれども17問目17問目。 組織再編が苦手な方組織再編が苦手な方もいると思いますが組織再編も、うん、心ししてて一度勉強するようにしてくださいでまあなかなかですね難しいと思いますが一度しっかりこう整理をしていただければそれほど難しい問題ではありませんからその組織再編の着眼点ですよね一つ一つを丸暗記するのではなく、えー、この承認決議が特殊決議だったり特別決議だったりするけれども何が違うんだろうか。 いうところをしっかりこう趣旨のところから抑えていくと地域がつながってくるかなというふうに思いますでその決議要件について今回聞かれてますがそのですね消滅会社系ですね消滅会社とか分割会社とか完全子会社の方のかに関しては 決議要件はその対価で基本的には決まるわけですその対価が与えられる例えばその消滅会社例えば合併の消滅会社の株主からするとその会社がなくなりますからその消滅会社の株式を失った代わりに対価をもらうわけですよだからその対価が何くれんのってことでいろいろ 要件変わわってくるわけです例えば今までは公開会社の株式を持っていたのに譲渡制限株式の交付を受けるのであれば自分の持っている株式がいつの間にか譲渡制限株になりますからじゃあ譲渡制限の設定と一緒でしょうみたいな話になってじゃあ特殊決議だなとかこういう話になるわけですねだから対価が何かっててことに着目をしていくそうするとあの選択肢を見ると株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合には 株式交換完全子会社が種類株式発行会社であり株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全または一部が株式交換完全親会社の譲渡制限株式である時であっても株式交換完全子会社において当該譲渡制限株式の割り当て受ける譲渡制限株式でない種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を減ることを要しないと書いてありますがこれツですね。 でこれ特別支配会社ですからまあ基本的には株主総会は省略できますただ今回譲渡制限株式を種類株式発行会社に割り当てますからそうするとまあその譲渡制限株をもらった人に関してはああ今まで譲渡制限のついてない株式を持っていたのに譲渡制限がついたじゃないかってことになりますからああそういう対価を もらったということに関する決議が必要でそうすると種類株式発行会社の場合であれば上等制限をつけるときよんな決議が要求されますから全体の株主総会とそれから種類株主総会の特殊決議種類株主総会の特殊決議これが必要になるわけですそうすると全体の株主総会決議は 特別試合関係によってつまり略式で省略することができますが種類株主総会は省略でできないんですねでまずはだからこれは種類株主総会以外に開く必要がある譲渡制限と類似してるから全体特別決議でえ種類ごとの特殊決議が必要なんだなということがまず分かっていただいた上でじゃあ省略できるかどうかでいうと、うん、略式だから全体の株主総会は省略できるけれどもえ種類株主総会は省略できないな。 ということを分かっていただく必要があったわけです。では次です。十八問目。まあ、訴えのところですね。これ難しい問題も含まれていたと思いますから、二百ぐらいには絞れたかなと思います。あ、い、う、について、えー、分かるようにしていただければいいかなというふうに思います。では次です。二十問目。さあ、ここから登記の話になりますが。 あの選択肢を見てください公土地の所有権の登記名義人である A が公土地を共同相続人のうち子 B に相続させる遺言執行者を C とする、A、旨の公正証書遺言を残して死亡した場合 C はその遺言書に基づき単独で B への相続を登記因とする所有権の移転の登記を申請することはできないと書いてありますが、えー、これは罰ですね。 でこれ相続法改正で遺言執行者に関してもですね対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるよとて条文ができましてこ、まあ、この相続登記に関してもすすることができま遺贈、えー、の登記の義務者になれるだけでなくこの相続登記この遺言を使った相続登記についての申請人ということになることができるのでしっかりこの改正点についても押さえてください。もう相続法改正 でそれから債権法改正なんかはもう明らかに出てきますし令和元年会社法改正や26年会社法改正なんかもまあ講義の中でやってると思いますがもうしっかりこう把握するようにしてくださいね改正についても出題は待ってくれませんもう改正もうすぐ出るそういう時代だというふうに思っていただければいいかと思います。22問目,22問目要益つ 要意見についての討議全般ということになりますが、えー、もう午後の部のところに入っておりますからもう午後の部はとにかく開放が重要です午後の部に関しては時間がないで卓一へどんだけ時間縮めるかが勝負ですからねあのうん期日問題なんていうのは誰がやったって時間かかるんですよである程度時間取らなければやっぱりできないものはできませんだからどんだけ卓一へ縮めるかその時にはもうわからない選択肢はこだわらないなるべく いいですか全足見ちゃダメですからね、まあ、基本的に全足見て時間が足んなくなるのであればもうそれは期日で時間回せないですからもう正解が出たら次に行くって訓練は午後の部ではやるようにしてください。でちょっと22問目いきましょうまず「あ」の選択肢なんですけどこれ溶液地消液地っていうのは土地やないとダメですから建物が溶液地ってのはまず基本で×ですよね。そうすると赤×ですから赤×ですからあとは。 そうですね。い、えー、とうのいとう見ていくとイ、いがまあ永久、えー、これできますからバツ。で、うがこれもよくテキストに階層で区分建物、えー、そういう区分地条件はできませんということで丸ですよね。もうこの辺りで正解が出せるかと思います。えとおなんて分かんなくていいんですよ。で、えとおが分かんないから正解が出せないということでは全然ありませんからね。もううが明らかに丸がつくじゃないですか。そうするとうに丸がつけば もう一番か五番であが明らかにバツですからもうこれはもう五番ですよえとおが分からないということは皆さんに足りないことでありません分からなくていいんですから分からなくていいんですよこういうものを復習しちゃダメですからねこういうものを身につけようと思っちゃダメだからえとおの知識が足りないから受からないってことはありませんえとおが分からなければ他の選択肢で勝負かけるんだってことが重要であといとうの内容が分からなければ知識不足です だだからその辺りのり判断をちょっっと各自でやってくださいね解放がいい加減だったのかもう例えば江戸で判断しようとしちゃったのか、えー、あるいはあと糸の中に分かんないものがあったのかっていうことで足りないものっていう関して言うと全然違いますからねだからそこはしっかり自分が足りないものを認識をしてこれからの勉強に生かしていただければいいかなと思いますでは23問目あの選択肢大丈夫ですか ?2 行目の「売買」がポイントでしたね相続だったら C が義務者になります 24問目問問目24問目に関してはこれちょっと知識を補充しておきますがおの選択肢を見てください。信託財産に属する不動産について信託財産の処分による所有権の移転の登記及び信託の登記の抹消を申請する場合信託の登記の抹消は当該信託財産の処分による所有権取得者を権利者受託者を登記義務者として共同申請によってしなければいけない。 信託登期の抹消は単独申請ですから×なんですがこれ何言ってるかというと A さんが委託者で B さんが受託者で A から B に不動産を移転しましたとで B が信託で預かってるわけですよね。そうすると B が C に売却するって話です。C に売却する でどうして売却するかっていうと A からすればあもう不動産は売っちゃっていいですよとで B からすればあ不動産よりはこれからお金の時代だと不動産どんどん値下がっちゃうから不動産は C に売っちゃってお金に変えようとで今,今度、えー、B が C に不動産売って不動産手放すわけですで C からは売買代金が入ってくるわけですよこの売買代金を不動産の代わりに運用してからね A、えー、さんみたいな感じになるわけですねこれがまあ、えー、処分になります でこの時に B から C に不動産を売っちゃって勝手に売っちゃったわけではなくてちゃんとお金が入ってきますからこののお金が新宅財産にになって A のために預かかるわけでですすよろしいですかねその時に BC 間については所有権転倒期は売却に基づく所有権転ですから B さんが義務者で C さんが権利者になっていくってことは確かなんだけれども同時に えー、B さんが所有している時には預かり物ですから信託の登記いりますが C さんに言った以上信託登記は抹消しなければいけないこれから先は信託財産は C からもらったお金ですからね。 そうすると信託の抹消しなければいけませんがこれは C には関係ないことです。C はたまたま買ったものが信託財,財産だっただけであってそれは抹消するのは B の仕事でしょうってことになるわけですね。だから B が単独で抹消していくということで1枚の申請数でやるんですが BC 間の所有権移転と信託の抹消登記を一緒にやりますがあこの移転登記に関しては共同申請で信託の抹消登記に関しては単独申請と。 を言った形になるわけです。で、25問目25問目、えー、これはもう猪の選択肢。これがとても重要ですね、えー、非相続人 a が生前に売り渡したエコー土地について、家庭裁判所に選任された相続財産管理人 b が。 飼い主、C と共に所有権の移転の登記を申請する場合家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければいけない生前売買ってことは管理人が処分したわけではありませんから、まあ、処分する時には裁判所の許可要りますけど、えー、自分で処分したわけではありませんからいらないですね。で問題は自己取得ですテキストで復習しておいてください自己取得は許可要ります。自己取得によって移転する時は、 複雑な判断が必要だよねということで処分に匹敵するということで許可が要りますのでそこは気をつけておいていただければと思いますでは27問目27問目登記録問題ですで投記録問題についてもこれ一番大事なのは時間かけない解と解くことで結果的に皆さんは正解が合ってたとしてもそれは足りないですよ皆さんに足りないものです合っててもダメ時間をかけないで会う 時間をかけないで合うようにしなければいけない午後の部はとにかく時間がないですからどうやって時間を縮めるかというともう、うん、選択肢をすべて読まないということが大事ですが登記録問題に関してはテクニックで時間かけないとおく必要がありますで、解説中の論点ガイドには攻略ガイドにはしっかり登記録読みましょうと書いてありますが私からすればそれは時間かかりますで、選択肢見れば 記録見ないでできるものばっかりなんですね実は。で私はですねこれ選択肢見てまず「お」の選択肢見ましたあなんとなくこう見るわけですよそうするとなるべくこう簡単そうな選択肢を一瞬で見ると「お」の選択肢って「おつく1番ね定当権、おつく2番定当権、おつく3番ね定当権を全て同順位とする順位変更の登記を申請することはできないと書いてありますが。 これはもう普通にできますよね。これ等記録関係ないです。だから O バツがつけば、もう誤っているものを選べだから、2番と5番、ここで組み合わせ見るわけですよ。そうすると、後 A の勝負になりますよね。で私は絵を見て、知識で丸がつきましたから、ねこれでえ正解が2番と分かって、もう、 40秒ぐらいでですかねで正解出して次の選択肢行きまして私も予習の時に時間計って受験生みたいといたわけですけれどもねで絵に丸がつくのはちょっと難しいかもしれませんのでそしたらあ「あ」にツがつけられればいいわけですよね「あも」も、えー、構成登記ができる局面だというふうに、えー、構成登記のですね要件を見ていただければわかるかと思いますから「あに」にツがつけばいいわけです。 もう後へのどっちかが分かんなければこれ登記録問題というよりはもう知識で正解が出せないわけですからねだから私は全く登記録見ていませんこれ、えー。いうことになります。よろしいでしょうかでこれ私が実際に予習の時に解いたあの問題集ですがあの。 まあここにバツ、バツってついてあってあと投録全く見てません。でそれからこちらですね。こここんな感じで、えー、もうこれしか目もないですね。だかもう投録見ないであの問題とと,と解きました。こんな感じですよ。でこれで行くってことが重要になります。よろしいでしょうか。 だかかららこれからですね今までは基礎知識を入れてるだけの段階だったと思いますが、まあ、ここから先、まあ、もちろんまだ基礎講座が続くと思いますのでマイナー科目についてもしっかり基礎知識を補充してもらうことが必要なんですがその先を考えてもらったら解放というものを少しずつ少しずつ身につけていくそのためには今それを解放を運用できるための基礎知識というものを入れておかなければいけないことがわかると思います。ももうう同じことを何回も言ってておりまますすが本当に重要なことっていうのは限られてますかられかね では次です。で今度は、えー、と30問目のところから商業登記法の方に入っていきますが、えー、商業登記法30問目の「う」の選択肢はしっかり引っかからなかったでしょうか、えー、無償割り当てじゃダメですよね株式の分割無償割り当ては違いますからね、えー、そこをしっかり分かるようにしてくださいあとは「絵の選択肢で322条に関してはもうしっかり確実に抑えていくということが重要なことになります。 31問目十一問目いの選択肢これ重要です十人登記十人登記の要件をしっかり理解してください十人登記十人登記十人登記は辞任はダメですよ任期満了の場合であること任期満了の場合であること同時に就任すること同時に就任すること同じ役職に就任することこの3つの要件必要です 任期満了と同同時に同一の役職に就任する任期満了であること同時就任と退任が同時であることそれからうん同じ役職であることで社外取締役の肩書きがついても同じ役職と考えていいですが取締役が監査等委員である取締役に就任するときにはうん住人は使えません。 あとは住人とは人再いも違いますからねよく再任の場合には本人確認証明書はいらないですよってのありますがあの再任っていうのは別に退任と就任が2日空いたっていいし辞任と就任だっていいわけですよ同じ申請書の中でやってれば再任ですからねでも住人っていうのはもう退任して就任したから必ず住人ってなるわけではなくもう任期満了であることを同時であることを 同一役所であることが必要ですから、まあ、しっかりこの要件をしっかり押さえておくようにしてください。で問問目32問目でこれも組織再編の今日は問題が会社法でもあって商業登記でもう難しかったと思いますがこの32問目って、まあ、中身がそんな難しいわけではありませんがやっぱりこんだけの長さの問題が午後の部では35問出されますからまあ 最初の10問ぐらいは短いですけれどもで商業登記って長いんですよね？卓一が35問あって、やっと商業登記にたどり着いて、早く傷に行きたいときに商業登記の問題というのは長いんですよ。で、ここでもう時間攻めに合う方が多いので、まあそこはしっかり対策を立てていかなければいけませんがで、私は実はこれ30秒ぐらいで解きましたえ、これの問題に関してはまあ、たまたまってのもあったんですが。あの？ 面倒くさいですよねで、面倒くさいからあんまり複雑なことを考えたくないんですよ A, A 会社がこうで B 会社がこうでこっちの基幹設計がこうでこっちがどうででこっちが種類株式学校会社で決議要件んですかみたいなああいう問題はなるべく解きたくないのでなんとなくこうどれが簡単そうかなって見るわけですそうすると債務超過って言葉を見た瞬間にもう問題わかりますよね債務超過で合併できるかどうかの問題ですよそうするとうの選択肢すぐもう 十秒ぐらいでバツをつけて、で組み合わせ見るわけです。そうするとあと絵の勝負ですよね。あと絵の勝負で、あと絵をなんとなく見るとどっちもいけそうだなと思いましたが、A を見ると反対株主って書いてあって、パッて目に入ったので反対株主に関する添付書類いらないじゃないですか。ですから反対株主添付しなければいけないで、もうバツがつきますよ。そうするとあちゃんと読むんですよ。読むんけだけれども、そうすると A を速読してバツがつきましたから。 もう後腕え罰ということでまあたまたま早かったんですがもう三十秒から四十秒ぐらいで解けたかなと思います。もうとにかく時間をかけないことが重要です。で三十四問目これ後が登記事項ですからしっかり把握しているのとあとは絵が基本ですからしっかり把握をしてください。経由申請いらないんですよね。 あの通常の会社が本店移転なんかするときには経由申請同時経由申請必要だけれどもえ正午の登記って任意でやってるわけですよ個人承認がやりたくやるお金払ってやりたくてやってるわけですだから別に亡くなったらなくなったで自業自得ですからいやなんかね営業所を移転するときに他の営業所を 他の登記所に移転するときにいや実は同時経由申請みじゃないからいつの間にか、ね、え旧登記、えー、所には申請したけれども新登記所では申請しないであの人証拠登記なくなったんですよって言ったら自後自得で、えー、まあいいわけですだからあそうですかで終わるのでこれ別に同時経由申請求めてないんですねただ通常の会社が、えー、旧 本店,に対し本店所在地に対しては本店移転の登記をしたけれども新所在地に対してはしてなくてあの会社はドローンと消えてしまいましたっていうんだったら困りますのでちゃんと同時経由申請でそれがないようにしてるわけです、まあ、そういうふうな趣旨のところから、まあ、講義のところでお話があったと思いますから理解をしてしっかり抑えていくってことが重要になります。で35問目、えー、一般法人についても 午後の部の35問目で出題可能性が高いですからしっかり把握しておく必要があります。で「い」が丸が基本ですでイの選択肢は解散自由が分かっていればいいし「う」の選択肢は登記事項が分かっていればいいので「い」と「う」はしっかり分かんなければいけない特に「う」の選択肢は普通の会社で考えると関西役設置会社は登記をして関西役の氏名などを登記することになりそうですが。 この一般財団法人の場合には幹事がもう必須機関なんですよ。必須機関ってことは機関設計上必ずあるので、幹事設置って登記をしないって話なんですね。えー、この一般財団法人は必須機関ばかりですから、もうほとんどが必須機関ですから、それに関しては例えば理事会設置っていうのも登記しないわけです。えー、そのありますからなきゃいけないわけですから。ということで、もう必ずある機関に関しては、えー、その設置の登記はしないで。 えー、もうその漢字の氏名を登記をしていくってことになりますのでうが丸ですよねただいが丸うがまうでは、えー、とまだ二択になっちゃうんですねだから「あ」と「お」のところをどっちか正解出さなければいけませんが「あ」と「お」については多分一般法人としては学んでないので通常の会社の類推でいくしかないです。 この一般法人に関してはまず知識でしっかり把握するでそれで選択肢が絞り切らなければもうあとは推理になりますがただ講義でやってないところっていうのは基本的にはあの株式会社と同じだからやってないことが多いと思いますで基本的にはですね一般社団法人一般財団法人に関しては通常の会社と同じような考え方でいけるところが8割9割あるわけですよですから講義ではそれ以外のところを中心にお話をしてますから。 講義でやってない部分に関してはもう基本的には通常の株式会社と同じよううに考えてもらうそうするとあの選択肢は印鑑証明いるよね就任承諾書に関する印鑑証明代表取締役の時に設立でもいるよね氏名防用防止防止のためにいるよねってことであの選択肢罰がつくしおの選択肢に関しては、えー、生産結領で株主総会議事録つければいいよねだったら生産委員会の議事録の添付をすればいいよねと。 いうことですよ、ね、まあそういうふうな判断でいくしかないわけですただ今回「尾の選択肢はちょっとなかなか類推ではいかないんですよね。ということでこれはもう「あ」の選択肢で類推できたかどうかということになりますだからその辺りに関しては「あ」については類推で印鑑証明いるとちょっと「尾の選択肢については実はですね申請書に えー、生産委員会の議事録を添付することを要しないということでこれいいですか生産委員会の議事録でですすからねいらねいいなわけですよ通常の、えー、株式会社の生産決定であれば株主総会議事録つけますよねでそれの類推からいったら,ら取締役会議事録だったら生産委員会議事録ですよでも株主総会議事録いるんだからじゃあそれは評議委員会の議事録をつけるのかなって推測でいけるんですということで 「お」の選択肢,の選択肢それはもう生産委員会議事録じゃないでしょうってことでえ、うんえー、と丸ですかねと考えればもう累推でいきますだからこの一般法人に関しては知識で行って選択肢をまず絞るそれでいければ正解出せれば OK で行けなければ株式会社の類推でいくとおいった2段階でいくようにしてください。 あとは株式会社のお違うところはしっかり抑えていくってことですね。よろしいでしょうか。おの選択肢は生産人会議事録だからバツですね。えー、よろしいでしょうか。あ、生産人会だから○ですね、えー。ごめんなさい。ちょっとさっき言い間違えましたね。生産人会議事録だからが要しないから○です。よろしいでしょうか。では、えっ、ー、と、次は記述問題を少し見ていきたいと思いますが。 で問題ちちょっっとと回答を見ちゃっていいただければと思います不動産登記まず第1弾これ定当権抹消ですが抹消の前提とすれば定当権者の名変は省略できますから1件でいくというのがポイントになります。でこの名変登記住所氏名のこの表示変更ですねこれに関してはどんな時に省略できるかが大事で、えー、この「 お所有権以外の抹消登記の前提とすれば名変省略できる。これ非常に重要な知識です。単一でも重要ですが、規律問題では枠ずれを起こしてしまいます。だからこの第一欄を二件に書い二件で書いた方は規律が不得意というよりは知識がないんですよ。抵当権抹消の前提として抵当、えー、権者の名変は省略できるよってことが分かってなけれ,分かってれば一件でできたはずです。それは第二欄もそうですね。買い戻しの抹消に関しても所有権以外の抹消ですから。 名片の省略をすすることができますあとは買い戻し抹消に気づいたかどうかもありますけれども気づいたということとだからこれはもう買い戻しを見かけたらちゃんと買い戻しの期間の満了がされているかはこのチェックはしようっていうこれはもう期日の解放ですよねそれが分かっていることとあとは買い戻しの抹消の前提としての名片が省略できるってことが分かっていればいいわけです。あとは第3 これはもう生前売買の登記ですから、これは名変が省略できない、もう名変しつこく聞かれてますよね。名変が大事だってわかると思います。だから、生前売買の前提として、名変登記入れていく。あとは、死亡した人は申請になれないってことが、記述の解放として、ちゃんと。書けたかどうかですね。で、あとは、うん。括弧三、括弧四、第三欄の。括弧三、括弧四のところでは。相続登記入れて、売買です。農地法の許可が。 死亡してから来ましたから相続登記を挟み込まなければいけないよねということが分かってたかどうかになりますのでその辺り知知識識ががないのかか、どうか知識があればいけるはずです。だからきちんとですね不動産登記の規律が苦手な方に関してもそういう知識これをちゃんと身につけるようにしていただいてあとは記述問題をやっぱり基礎的な部分から解いていって。 あのその知識をきちんと得点化できるようにやる練習も必要ですからもう基礎知識ひな型の練習を早めにやってどんどんやっぱり簡単なな問題から徐々にに実践的な練習といいううものをするようにしてください、えー、まあ基本的には登壇とか模擬テストなんかで、まあ、十分な練習ができると思いますからまずはそのファイナル登え4月から始まる登壇なんかをめどにですね勉強できるようにきちんとそれまでにひな型 基礎知識を身につけておくと、直前期に練習の方に集中できますからね。まだ基礎知識がおろそかだよというのであれば、あまり練習することができないわけですよ。せっかく記述問題があっても、知識が思い出せないから何も書けませんでしたということで、せっかくその解放の練習というものはできなくなってしまうわけですよね。だからなるべく早いうちに、その基本的な知識、今言ったようなのは、明変が省略できるかどうかなどの基本中の基本ですが、そういうものが分かっているかどうかだけでちゃんと練習ができるようになるわけです。 で商業登記ではんまず別紙1のところを見ていただいて会計監査人がいる会計監査人がいる。その会計監査人がいますよという部分において会計監査人がいますよという部分においてこれはもう住人登記がいるんじゃないかということをまずは疑っていく必要があります。会計監査人が。 いるよね。っいう部分でもう1人登記を疑っていく。あとは定時株主総会を見つけていただいて、もう定時株主総会でこれがですね、えー。で、何も決めていなければ、もう児童サイですから、1人登記をしていくんだということを。まずは疑っていくだから、この会計監査人があ住人登記いるんだよ。って知識が。 なかった方はしっかり身につけていただいて知識があったのに忘れてしまった方はじゃあいつ会計監査人をチェックすればよかったのかっていう解放の部分をしっかり、えー、足りないということで身につけてください。別紙1を見た段階で会計監査人人がいればもうののメモをその段階で残しておかなあとはえー、っとですね「別紙の7」の一番最後の7番の定款部分ですが。 定管の丸条が3つありますけど最初のところ当会社の発行可能株株数は2万株とするただし株式の消却をした場合には消却した株式の数については発行可能株式総数を減ずると書いてありますからもうこの段階でこの会社は株式消却するんですよ多分。でする時に一緒に発行可能株式総数の減少登記もしなきゃいけないんですよ。でですから、えー、この定管見た段階で 私は株式の焼却を探しましまたそうすると別紙録の第2号議案のところで株式の焼却の件がありますからここで発行可能の変更も忘れずにみたいなメモを残しておきましたまあ私が解いたのはこれですけれども、えー、まあいろんなメモがありますがまあこれですね発行可能も減るこれですこれでこれを 今の定価を見た段階であっ長期録画なれば早い時期に見ますからそれを見た段階でこのメモを残してこの消却の登記をするときにこう忘れずにやるようにしました。であとはですね回答のとこ見ていただいて取得請求がありますから取得請求権付き株式の取得と期待する株式の発行。 でこれがですね月末付けでやるということ、それから第2件目の申請で、株式の消却をしてますが、その取得請求で、取得した部分についても消却をしてますから、その分足した上で消却をしていくと、その分についても消却をするということを忘れないようにしてください。あとは、その消却のところでですね発行可能株総数が一緒に変わりますから、気をつけてください。でこれ定管の添付も必要になりますあとは 監査役 P というのが就任承諾遅れている関係で退任プラス就任分けて登記をする退任プラス就任というふうに分けて登記をするということをですね、えー、分かるようにしていただければと思いますが住人登記ができないですねさっき言ったように任期満了同時お同一役職ですから P についてはその同時という要、OK、件満たさないですので、えー、2回に分けて変更あの退任登記は20日。 就任登記は22日という,ふうに分けて登記をしていく必要がありますえしっかりその辺りを把握するようにしていただければと思います。ということで択一、えー、問題と起立問題を見ていきましたがそのな、まあ、今回のガイダンスについてはこの公開講座についてはもう足りないものは何というのを抽象的にお話をするのでは なかったです、まあ、その分ちょっと体系的なお話はしておりませんけれども問題の中で足りないものは何かを一つ一つ見ていきましたからそこをですね理,理解をして活用してこれからの勉強に生かしていただけると思いますが1年目の方が1回で受かろうというふうに思った時に考えなければいけないのは余計ななここととはやらないってことだから余計なことはやらないけれども。 足りないものは身につけていかなければいけませんから何が足りないかということをしっかりこう把握しておくことが必要ですまず基礎知識えこれが足りてないっていうのであれば基礎講義がもう少しあると思いますから基礎講義を並行している段階ですでに終わった主要科目についての基礎知識を、えー、まあそんなに時間取れなかったら毎週毎週少しずつでもいいから復習をしてくださいでいうことですよねだから基礎知識は重要ですからこれから講義はまだ続きますから講義はしっかり消化していく でなるべくく3月までにししっかり消化ていくでもう一つがすでに終わってしまった科目は主要科目で重要ですからそこについては少しずつでも復習を始めて難しい論点はいいから基礎知識をしっかり確認していく。でこれ分かったと思うんですよ今日の問題難しい問題もありましたけど選択肢を吟味していけば簡単な選択肢あるんです。そこでで判断できれば 合格でできるんですだから1回で合格できるというのはもう知識が人より十分にあるから受かるということではなくちゃんと選択肢の中から基本的な知識をピックアップできるでそれは分かりますこういうレベルが必要なのでとにかく講義でやった基礎知識こういうものはしっかり身につけていくで各担当講師の方が復習の仕方とか過去問とか指示をしていると思いますからあそういうものに関してもしっかりですね、えー、基礎知識を身につけていくってことを やるようにしてくださいでそのように基礎知識が身についたらあとは解放です午後の部では時間がないしかもその時間ない中で正確に解かなければいけないですからまずは分かるる選択肢を見つける練習ですよねで全ての選択肢を見ないでもうあと「う」と「う」と「への勝負だからもう,う」と「上だけ確認して次に行こうみたいなもう選択肢の正解に絡まない選択肢は見ないという訓練これも最初は怖いと思います。でででもも怖いですけれどもあといがが正解が出せたのに うとえとおの選択肢を読む時間というのは全くもって無駄な時間保険でしかないですよねうが×、えが×、おが×、ほらやっぱりみたいなその三十秒があれば記述に回すべきなんですよだって今の三十秒で全く言っても分かってないですからねまだ見ぬ記述問題があればそっちに立ち向かうべきですよ保険とかかけてる場合ではありませんあが丸、いが丸が確実だと分かったらうとえとおは保険に過ぎませんからね だからそういうのをやってる暇があればもう期日の方に時間を残さなければいけないのでもう期日で基準点クリアしなければ受からないわけですよですからきちんとそちらに時間を回せるようにしていくということが必要になりますあとは期日です期日に関してはやはり基礎知識は重要ですから不動産登記商業登記の講義で基礎知識ですよって言われた今日で言うともう生前売買と農地法の話だとか あとは名変の省略だとか、会計さん人の住人だとか。そういう基礎知識がないというのであれば。きちんとすれば、しっかり、は、あの、身につけていくってことを早めにやっていく。あとは会法の練習ですよね。まずは雛形レベルの話から、基本的な問題から始めて、え、会法というところをしっかり身につけておくようにしてください。で、もしこの会法というものがまだ不十分というのであれば、会法の講義とか、会法の本だとかは。 あ必要かもしれませんから、まあ、基礎知識があることが前提ではありますけれどもそれをどのように問題解放に生かしていくのかということがわからないということであればしっかりそういういうなあ教材ですねそれも利用していただければと思いますそれではと、えー、いうことでこれからですね、えー、年明けどのように勉強していけばいいのかということについてお話をしましたで今回の問題で点数取れなかった方っていうのもいると思うんですよ。でそれは全然気にしないいでください 今の段階で足りないものがわかることが重要ですから全然点数が取れませんでしたってことで焦る必要はない1回で受かる方はこっから先にどんだけ足りないものを身につけたかで決まるわけですこっから先で勝負決まるわけですいつも言ってますがこれはもう慰めみたいな形で言ってるわけではなく1回目で受かる方ってのをは最後の最後まで 成績が取れてない方も多いんです。最後にぐわーって上がっていくわけですよ。それはもう一通り勉強しただけではもう正解なあの成績なんか取れるわけではないんです。あの急にあのだん段だ々んだんだんこう徐々に成績で上がってくるものではなくて、最後に急に上がってくるわけです。あの飽和っていう概念と一緒ですよね。えー、まあ飽和水蒸気量を超えたときに初めて空気中の水分が現れるのと一緒で急に現れるんですよ。でも例えば コップに水を入れた時と一緒であのコップ透明なコップじゃないですあのもう中が見えないコップそうするともう横から見てるといくら注いでも全然成績なんか上がんないつまりあふれてこないんですよ。え全然あふれてこないんですけど今までの努力無駄だったんですかっていうとちゃんと最後にわーって急にあふれてくるわけですよねある,ある程度。 ある程度というか上の縁まで溜まってくると急に今まで成績が上がってくることなんて可視化されてないわけですよ透明なコップだったら見えますけど透明なコップじゃないつまり頭の中見えないので可視化されてないわけですよねでうーん、急に見えるようになるわけですつまり成績っていうのは急に上がるわけですだからそこ逆に言うと急に上がるためにはそれまでの努力が必要ですよ中に水を溜めていかなければいけないので溜めていかないのに急に あの溢れることはないので、えー、ちゃんと努力をしていければあ最後に急に溢れますから。も、ま、う、あ、そこは今の成績では関係ないし、最後の成績もう本試験の成績だけが勝負ですからね。だから、最後の最後まで諦めないで行くことが重要です。1回で受かろう。という方は最後まで粘った方です。その粘り方っていうのも重要で、とにかく基礎知識と解放というものに特化して、それ以外のことはやらない。だから、なんか自分で。 でもしない問題を復習するだとかさっき言ったようにもう選択肢の中で分かんないものがあったって復習しないのが大事ですよあの必要ないものであれば講義でやってないことであればせっかく絞り込んでますからね。でそういう問題にいやこれはどういうことなのかとかあるいは自分で事例を作っちゃうだとか。 ああいう風うなことをですね講師に質問するだとかあ,あいうことに関してはもう受からなくなる典型例ですからしっかりそのあたり絞り込んでやることを明確にしてあとは努力をするのみっていうことになりますのでしっかりそのあたり意識をして勉強を続けていただければと思いますではこの模試というものが皆さんにとって有意義なものになったということを切に願っておりますがまあしっかりそれを復習 ですね、活用していただいて足りないものを見つけていただいてでここからの努力ということに生かしていいいただければという,ふうに思いますもしは今の成績は反映するかもしれませんが皆さんのもうこれからあとまだ6ヶ月7ヶ月後のですね、えー、試験というものについての合格可能性を 判断するものではありません未来は分かりませんから今の段階での実力を判定しているのみしかもそれはコップから溢れていなければ判定もできないわけですだからとにかくもしの重要性っていうのは今の実力を判断するというよりは足りなかったことを見出すことにありますということでその足りないものを見出すでそれをこれから埋めていくってことをしっかりやってください今の実力をあまり えこうで,すね、できてないなとうこをネガティブに考える必要はありません足りなかったものをしっかり身につけていただければいいわけですでは、えー、今回はこれで終わりにしましょう、えー、皆さんがですね活用してぜひ成績を上げることを願っておりますお疲れ様でした